AT&T ワーナーメディア、ワーナーブラザースワーナーブラザースエンターテインメントは、カリフォルニア州バーバンクのワーナーブラザーススタジオに本社を置くアメリカの多国籍マスメディアとエンターテインメントの複合企業であり、AT&T のワーナーメディアのスタジオネットワーク部門の子会社でもある。1923年に、ハリー、アルバート、サム、 ジャック・ワーナーの四兄弟によって設立され、アメリカの映画産業のリーダーとしての地位を確立した、あと、アニメーション、テレビ、ビデオゲームなどに事業を拡大し、アメリカの主要映画、スタジオ、ビッグ5の一つであるとともに、モーションピクチャーアソシエーションのメンバーでもある。ワーナーブラザース・ピクチャーズ、ニューライン・シネマ、ワーナー・アニメーショングループ、キャッソル・ロック・エンターテインメント、DC ・フィルムズを含む、 映画スタジオ部門である、ワーナーブラザースピクチャーズグループで知られている。その他の資産としては、テレビ番組制作会社のワーナーブラザーステレビジョン、スタジオ、アニメーションスタジオのワーナーブラザースアニメーションと、カートゥーンネットワークスタジオ、コミックブック出版社の DC コミックス、ビデオゲーム開発、出版部門のワーナーブラザースインタラクティブエンターテイメント、 ケーブルテレビチャンネルのカートゥーンネットワーク、アダルトスイム、ブーメラン、ターナークラシックムービーズ、放送テレビネットワークのダシー W の50%の権利などがありまわる。また、出版、マーチャンダイジング、音楽、演劇、テーマパークなど、様々な部門を運営している。日本法人は、ワーナーブラザースジャパン合同会社。ワーナー映画の予告編に登場するハリウッドの ワーナースタジオハリー、アルバート、サム、ジャックのワーナー4兄弟はポーランドからの統合系、ユダヤ人移民労働者であった。19世紀末に両親と共に、ドイツハンブルクを経て、アメリカ大陸に渡り、カナダのオンタリオ州ロンドンに移住し、全部で8人の兄弟姉妹が貧困の中で、父の経営する靴修理屋を手伝いながら、生活していた。兄弟は、それぞれの趣味と才能を伸ばし、 長兄ハリーは店を拡大、ジャックは歌手として修行に励み、サムは職業を転々とするが、20世紀初頭の映画のソーセージ、ハリーはその魅力に取り憑かれて映写技師となった。彼は1903年に兄弟と工業会社を組み、ジャックのパフォーマンス付きで映画工業業を開始、オハイオ州やペンシルベニア州の鉱山町を巡業した。同年、ペンシルベニア州、 ニューキャッスルに劇場をオープン、その後1904年、ピッツバーグで配給会社を設立しエクスチェン事業に進出して収益を上げた。しかし1908年、発明王トーマス・エジソンが映画配給を独占するトラスト、モーションピクチャーパテンツカンパニーを設立したことで映画館は大きな打撃を受ける。エジソンは保有する多数の映画関係の特許を盾にし、 トラスト参加各社の作る映画を上映するたびに映画館から料金を徴収した。トラストの圧力によって多数の映画業者が廃給網を断たれ、ワーナー兄弟も一度は業界から手を引く。1922年のハリウッドのスタジオ軍しかし、映画制作の夢を秘め続けたサムは、再び兄弟を説得して1918年にハリウッドに映画スタジオを構え、ハリーたちは、 ニューヨークで資金調達や配給を行った。1923年、ワーナー兄弟は、ワーナーブラザースピクチャーズを会社登記する。映画制作の最初の一歩は、脚本家、アベリー・ホップウッドの1919 19年のブロードウェイ演劇、ゴールド・ディガーズの権利購入であったが、会社成長のきっかけは、第一次世界大戦後に、ある兵隊がフランスから連れ帰った一匹の犬。 リンチンチンであった。この犬を主人公にした映画メイケン,リンチンチンシリーズは1924年以降26本作られハリウッド有数のスタジオへと押し上げた。これらの成功によりウォール街からの投資を受けるようになり、1924年には同じユダヤ系資本のゴールドマンサックスから巨額の融資を得た。この資金で1897年以来の歴史を持つ、 ハリウッドの先発スタジオで全国規模の配給網も所有していたバイタグラフを1925年に買収、さらにラジオ放送にも進出し、ロサンゼルスの KFWB をはじめいくつかの都市に放送局を誕生させた。また映画業界を荒れ狂っていた劇場建設、買収の競争にも参入した。ジャズシンガーバイタグラフが進めていた音声と映像が、 同期したディスク式優勢映画システムバイタフォンの開発を引き継ぐこととなり1926年よりこのシステムを利用して音楽や効果音のある優勢映画の制作を開始1927年10月にはこれをさらに進め部分的にセリフのある世界初の長編映画であるジャズシンガーを配給したこれがトー時代の幕開けでありこれは ハリウッドにセンセーションを巻き起こす事象であったが、ジャズシンガー公開前に、トーキー開発に熱心だったサム・ワーナーが死去。彼の葬儀のため、ワーナー兄弟は、ジャズシンガーのプレミアに出席することはできなかった。この映画の成功で得た資金により、大手配給会社スタンレーを1928年に買収し、スタンレーが3分の1を所有していた、ワーナーのライバルである大手映画制作。 配給会社ファーストナショナルの買収に大手をかけた。ウィリアム・フォックス率いるフォックスフィルムとの激しい買収合戦の末、1929年にファーストナショナルの経営権を得ることに成功したが、大恐慌が映画業界を直撃、ファーストナショナルと合併し、同社がバーバンクに所有していたスタジオに移転した。裁判所より合併を認められたが、百三十八年まで、 毎年何本かの映画をファーストナショナルの名義で制作、配給するよう要請され、その後30年間にわたり、ワーナーブラザースイコールファーストナショナル名義での制作が行われた。1928年、世界初の初の全編音声付きトーキー長編映画、ニューヨークの明かりを制作し、成功を収めた。1929年、テクニカラーを使用した。 エの大行進曲を制作。それまで、錦色式カラー映画や無性テクニカラー映画は発表されていたが、全編オンセーフ、全編カラー映画は、これが最初だった。同年、同様のカラー映画、ブロードウェイの黄金時代を制作し、この年一番の人気を博し、1939年まで各地の劇場で続営され続けるほどのヒットになった。これ以後、 1931年までの間に数多くのカラー映画を制作したが各地の観客がミュージカル映画に飽きてしまい各社がカラー映画の制作を行わなくなったためワーナーも多くのミュージカル映画の制作を中止しすでに制作した映画をコメディとして宣伝する羽目となったがテクニカラー社とあと日本カラー映画を制作する契約が残ってしまっていたため ミステリー映画初のカラー作品、ドクター X と肉の老人形が制作された。ダリル・エフ・ザ・ナック、リン・チン・チンシリーズ以来多くの脚本を手掛け、プロデュースも行っていたダリル・エフ・ザ・ナックの下で、大不況の影響を受けていた1930年代は、ギャングの構想を報じる新聞の見出しを切り抜いたような、ギャング映画で名を馳せるようになった。 1920年代の都会的で洗練されたスターたちに代わり、ジェームズ・キャグニーやエドワード・ジー・ロビンソン、ジョーン・ブロンデルなど乱暴な語り口の労働者タイプのスターを多く起用し、リアルなギャング路線で成功を収める。1933年にザナックの退社後は、洗練された路線に変更していく。女性向けメロドラマ、剣劇映画、ベストセラーの映画化などを制作し、 ケイ・フランシス、ベティ・デイビス、エロール・フリンラを起用した。ヘイズコード適用以前最も成功していたスタジオの一つだったが、検閲により受ける打撃を避けるために、歴史映画や倫理的、理想的人物を描いた映画などに方向転換するが、コード強化以前のスターラは次第に出番が少なくなり、当時のワーナーらしさや輝きは薄らいでいった。 映画タイトルやサイレント映画の字幕などの制作をパシフィックアートタイトル社所有の独立スタジオで行っていたが1930年によりヒュー・ハーマントル・ドルフ・アイジングというディズニー出身の有能なアニメーターが自身のアニメーションスタジオを設立シュレジンガーもそれに参加する形でアニメーション映画制作に乗り出した彼らはジャズを使って過激なギャグを交え 黒人少年ボスコを主役にしたルーニー・トゥーンズ及びメリーメロディーズなどのヒットシリーズを作り上げた。1933年にハーマンとアイジングが制作環境や契約で揉めてシュレジンガーの元を去った後、シュレジンガーは自身のアニメーションスタジオであるレオン・シュレジンガープロダクションを設立し、ジャック・キングやフリッツ・フリーレングらが白人少年バディを主役に、 カートゥーン映画を作り続けた。この会社は、ロサンゼルスのワーナースタジオ内に設立されたため、実質、ワーナーの系列会社であった。やがて、漫画家志望の青年テックスエイブリーが加わり、ターマイトテラスという小さなスタジオをシュレジンガーから任されると、ターマイトテラスは、数々の過激なアニメーションを制作し、バックスバニーやダフィーダック、トゥイーティーなどなど、 現在知られる人気キャラクターが次々と生み出された。1944年、シュレジンガーがプロデューサーを引退し、以後、バックスバニーやダフィーダックは当社のイメージキャラクターとなるに至っている。カサブランカ1940年代、ベティ・デイビスやジョーン・クルフォードらを起用した女性向け映画によって、娯楽が制限された第二次世界大戦下でも多くの観客を集めた。 またハンフリー・ボガートがスターとなり、戦後はローレンバ・コールやドリス・デーラが新たなスターとなった。1948年1月5日、パサデナで1月1日に行われたローズ・ゴールとローズ・パレードの模様を伝えるニュース映画をカラーで提供し、これが最初のカラーでのニュース映画となった。1940年代を通じ、ハントラストをめぐる アメリカ合衆国体パラマウント映画裁判の当事者となった。連邦最高裁判所は1948年に審問を行い、映画会社側が敗訴した。この結果、当社を含む5社は垂直統合を禁じられ、配給網を切り離し売却することを強いられた。これがブロックブッキング制度を終わらせ、撮影所システムの崩壊の始まりとなり、1970年代、 半ばまで続く、長楽の一員となった。1953年、ワーナーシアターホールディングスは、スタンレー・ワーナーシアターズとして分離された。ワーナーの映画だけで、年間上映スケジュールを埋める、映画館を失った以上、年に多数の映画制作は、不要となり、高い契約キャストやスタッフを抱えることもできなくなった。創業50年目で撮影所システムの崩壊に、直面し、 バーバンクの広大な制作スタジオを銀行を中心としたい手グループに売却した。1956年、スタジオ売却取引が完了した直後、ハリー・ワーナーとアルバート・ワーナーは銀行主導のグループの背後にいた投資家がワーナー4兄弟の末帝、ジャック・ワーナーだったことを知った。ファミリービジネスだった映画会社を自分一人の管理下に置いたジャックに大使兄弟は怒り、 家族関係に亀裂が入り、囲碁生涯にわたりハリー、アルバート、ジャックは互いに口を聞くことはなかった。同年、アニメも含む1948年以前の作品を、配給会社アソシエーテッドアーティストプロダクションズに売却する。その後、悪い趣旨、軍曹さんは、暇がない、名務、おばさん、ジプシーなど、ヒットした演劇やミュージカルの映画化に、再び宣伝したほか、 サンセット77、マーベリックなどのヒットドラマを放つテレビドラマ制作部門が成功したことで立ち直った。1958年には音楽出版社ワーナーブラザースレコードを立ち上げてこれも成功させたが、1960年代初頭には映画部門の不振は誰の目にも明らかだった。スタジオがプロデュースする映画はほんのわずかでほとんどは 他社との共同出資による映画やインディペンデント映画の配給などであった。1967年、ジャック・ワーナーは廊下と時代の流れに屈し、映画会社の経営と音楽ビジネスを7800万ドルで、カナダ人投資家のエディオット・ハイマンとケネス・ハイマン、兄弟に売却し、彼らが経営する独立プロダクション、セブン・アーツ・プロダクションズと合併する。彼らは、 1956年に作品の半権を買ったアソシエーテッドアーティストプロダクションズの当時の経営者であった。社名はこの後ワーナーブラザースイコールセブンアーツに変わる。2年後の1969年、資金難のハイマン兄弟はスティーブロスが率いる複合企業群キニーナショナルカンパニーの買収提案を受け入れた。1940年代後半に設立された。 記念者は当初はニューアークの記念通りにある駐車場に過ぎなかったが、葬儀場会社により買収が併されて以降レンタカー、オフィス清掃、建設業、芸能エージェンシーと手を広げ巨大コングロマリットを形成、1962年に株式を一般に公開した。1967年にロスはハリウッドの芸能エンジェシー大手だったアシュリー・フェイマスを買収した。 アシャのテッド・アシュリーは芸能ビジネスよりケーブルテレビ事業が儲かると考え映像事業へ転身するための資金力あるパートナーを探していた。アシュリーは資金難にあったワーナーブラザースイコールセブンアーツを買収するアイデアをロスへ打診した。ワーナーは記者に買収されて以降アシュリーが経営者となり社名は再度ワーナーブラザースに戻った。 1972年に記者は、葬儀場や駐車場の分野を新会社として、スピンオフし、映像、音楽の娯楽産業を管轄する、グループ本社は社名をワーナーにちなんで、ワーナーコミュニケーションズに変更した。ロスが来た時に、ワーナーは、映画ではなく参加のレコード会社が、成長株とされていた。アーメット・アーティガンは、ロスに愛協力すると決めた。モー・オースティン。 ジャック・ホルツマン、デビッド・ゲフィンがワーナーのトップだった。レーベルの買収などで悪評を残したがワーナーは CBS から首位を奪い取った。社用の映画産業でワーナーブラザースは低予算で制作本数を減らした体制を選択。また集客力があるスタープロとの提携を進めた。クリント・イーストウッド、バーブラスト・ライサンドはその代表格。 ユニバーサルの支中にあったスティーブン・スピルバーグにも接近。MCA のルーはスサーマンと綱引きを演じた。映画産業ではいち早くケーブルテレビに着目し、アメックスと合弁事業を展開、巨額な資金を投じた。ロスはコングロマリットの総帥として映像、音楽業界に影響を及ぼした。ワーナーコミュニケーションズが M&A によりあらゆる分野に利権を持ち、 買収を重ねた。ビデオゲーム会社あたりを、さらに遊園地経営会社シックスフラッグスを買収、あたりは参加に入って、以降、ワーナーコミュニケーションズの利益のかなりの部分を占める、グループの稼ぎ頭になった。しかし、ゲーム市場の崩壊が起こると、ワーナーコミュニケーションズ自体の株価も低落した。これにより1984年には、 ルパード・マードックがワーナー株を大量に買い、最終的にマードックの株をワーナーが引き取り決着するまで互いの工房も世間を賑わせた。クリス・クラフト・インダストリーズと株式交換、マードックを尻けたが、今度はワーナーの株25%を得て、パートナーとなったハーバート・シーゲルとの仲が難しくなった。アメックスと合弁事業で出資していた MTV とショータイムは、 ロスの自慢だったが、シーゲルはこの金の卵をロスから手放せさせた。ロスとシーゲル両者の争いは5年間に及んだ。老舗のワーナーは良くも悪くもロスにより塗り替えられた。ロスは人当たりが良く情熱的で腹の太い人物とされ、ワーナー幹部たちに自由を与え、それにより取締役会はファミリーとしての結束が形成された。ロスの個性がワーナーの企業風土になり、 プライベートジェットをスターに気軽に使わせると他者との差別化に成功して躍進の一員になった。スピルバーグは父よりも父であって欲しい人物としており、シンドラーのリストでは主人公の人物像にロスの姿を投影した。ロスの憧れはウィリアム・ペイリーだった。彼のように上流階級に入り現代美術や音楽の文化的な保護者になるには同じユダヤ系でも ロスの出身は低く、前職の評価は低く、また教養もなかったが、人柄が好かれ、ロックやアクション映画のスターを友人として扱った。しかし、彼の桁外れの贈り物が彼のポケットから出たのか、会社の金庫から出たのかは、疑問が残るし、会社が株主のものであるという意識が薄かったとも指摘される。側近はワーナーを手に入れた、彼を、ハーシーのチョコレートを見つけた。 楽器大将が気前よく、結果に与える様子になぞらえている。東海岸のマフィアによる、不正蓄財と記入者とのつながりは、タイムとの合併時に、上品なタイムが懸念するなど、ロス王国に影を落とした。1971年から1987年末まで、コロンビアピクチャーズとの共同事業により、国際配給を行っており、いくつかの国では、同連合は、 他社の映画も配給していた。1988年以降をオルトディズニー・ピクチャーズと組み、1993年にディズニーが独自にブエナビスタ・インターナショナルを設立するまで続いた。ワーナー・ブラザース・スタジオズ1989年、派手なワーナー・コミュニケーションズとタイムで有名な上流階級的な出版グループタイムとが統合し、タイムワーナーが誕生した。出版 映画、テレビ番組制作、レコード、ケーブルテレビを参加に収めた152億ドルの価値を誇るマスメディア史上最大の合併は世界を驚かせた。統合直後でも不安が募るタイム社内では机の前に座り笑っているロスの漫画が回された。彼のセリフは俺のものは俺のもの、お前のものも俺のものだった。1995年。 タイムワーナーは CNN 創業者、テッド・ターナー率いるターナーブロードキャスティングシステムと合併。これにより、タイムワーナーはターナーが持っていた1948年以前の、ワーナーのフィルムライブラリーを取り戻したほか、MGM や RKO などの旧作のライブラリーも手に入れた。一方、アタリゲームズやシックスフラックスなどの事業は売却した。タイムワーナーは2000年に、 AOL 社に買収され AOL Time Warner となったが、その後 IT バブル崩壊で AOL の資産は減少。社内の影響力も衰退し2002年、社名が Time Warner ーーに戻された。AOL は社内の一部門となったが、2009年12月、正式に分離された。1995年、シカゴの新聞、テレビ網、グループトリビューンカンパニーと、 市場派テレビネットワークザ・ WB を設立、ニッチ市場であったティーンエイジャーを狙った、バフィー、恋する十字架や、ドーソンズクリークなどの学園ドラマでヒットを飛ばした。さらに、チャームド、セブンスヘブンなどの家族向けドラマの成功で、WB は脚光を浴び、ポケットモンスターや、遊戯王デュエルモンスターズなどもヒットさせたが、三大ネットワークや、 それに次ぐ躍進を見せたホックスとの差は縮まらなかった。2006年 CBS とタイムワーナーは CBS 参加の UPN とワーナー参加の WB の両地上波ネットワークを解散して新たなネットワーク CW テレビジョンネットワークを立ち上げた。映画事業では1990年代末にハリー・ポッターシリーズの映画化権を買い2001年の ハリー・ポッターと賢者の一以降、ドルバコシリーズとして10年間続いた。また有力な監督やプロデューサーが率いる多くの中小プロダクションと共同制作や配給を行ってきたほか、アンブリンエンターテインメント、モーガン・クリーク・プロダクションズ、リージェンシー・エンタープライズ、ビレッジ・ロード・ショー・ピクチャーズ、レジェンダリー・ピクチャーズ、シルバー・ピクチャーズ、ゲフィン・フィルム・カンパニー、 ラットパックイコールドゥーンエンターテインメントなど多数のヒットメーカーと組んで映画制作を行った。1993年にマイカルと合弁でワーナーマイカルシネマーズを設立して本格的に日本国内のシネコン事業に参入した頃からコンテンツ確保のための放画事業を拡作して1998年に日本テレビ、東芝と合弁でとワーニを設立し二千年の昨夜 妖怪での皮切りに計4作品を制作して配給するが、工業は成功せず、2004年にキューティーハニーの制作と配給を最後に、トアーニは解散する。その後も、独自の邦画配給を継続して2006年に配給した日本テレビ制作のデスノートシリーズの大ヒットを契機として、本格的に邦画に参入し、配給会社のリスクが最小で済む。 制作委員会方式の作品の流行りから、配給作品における方がの占める割合が年々増加している。ホームビデオ事業で国内のファミリー層向けコンテンツを確保するため、相棒のような TV ドラマ作品、巨人の星や近代地少年の事件簿のような TV アニメーション作品、探偵、ナイトスクープや志村健のバカ殿様などの人気バラエティ番組の DVD も、 積極的に販売している。2015年に中国語映画の企画開発、制作、配給を目的として、中国の投資ファンドのチャイナメディアキャピタルと、合弁会社、フラッグシップエンターテイメントグループを設立する。ワーナーブラザース本社第3世代高ディスクにおける、ブルーレイディスクと HDDVD の企画争いは、次世代 DVD 戦争と呼ばれた。はじめは、 HDDVD 陣営だったが、2005年に BD r o m のプレスコストが DVD 並みで済むと判明してからは、ニューラインシネマやパラマウント映画と共に BD にも参入する。その後は、一部のソフトを HDDVD のみで販売したり、HDDVD 独自の映像特典を収録するなど、元々の陣営であった HDDVD に力を入れている傾向があった。 トータルハイ、デフという BD と HDDVD の貼り合わせディスクの発案をしたり、パラマウントが東芝と HDDVD への独占供給を行うという契約を行った後も、長い間両陣営という立場を守ってきた。しかし、2008年1月4日の CS を直前に、BD への一本化と HDDVD は5月までに撤退することを発表し、これにより、 一挙に次世代 DVD 戦争は BD 陣営に傾いた。一本化の理由として第一に長期にわたって販売数は BD が優勢だったことを挙げ、また長い目で見た映画産業とその健全性を守るためと説明していた。この直接的な影響として2008年2月19日、東芝は HDDVD 事業を全面撤退することとなった。 基本的に、オープニングロゴとして使われたものには2種類ある。その他、ワーナーブラザースイコールセブンアーツ時代には、縦風の枠の中で、W の右端と7が合体したロゴが使用された。ありがとうございます。